2022-2023ニューモデル商品情報コーナーということでですね、はい、やっときましたね、国産ブランド、はい、国産ブランド、レクザムですね、はい、レクザム、はいはい、はい、レクザムですね、レクザムですね、はい、皆さんこれグッと言ったら怒られますんで、はい、メーカーさんに怒られますね、レクザムで言ってください、はい、はい、じゃあこちらのレクザムのブーツの紹介もよろしくお願いします、はい、はい、今回ですね、はい、RF シリーズ、うんうん、はい、新しくなっております、はい、新しくなってるんですか、はい、こちらですね、はい、RF の S シリーズだけが、はい、新しくシェルがちょっと改良されております、シェルが改良ですね、はい、どこが改良されたかと言いますと、はい、まずシェルの肉厚がですね、うん、少し、肉厚を増しまして、特に内側を増しまして、はい、幅が狭くなっております、よりタイトに、はい、よりタイトに、はい、でインナーもですね、これ専用に設計されております、うん、あ、新しいそっちのアルエボのスリムラストですね。そうですね、スリムラストだけインナーを改良しております。はい、以前はですね、スリムラストも、うんうんうん、ミディアムラストですね、はい、そちらもインナー一緒だったんですね、うんうんうん、今回は違います、新たに作っております、気合入ってますね、はい、で、まあ、内側をですね内側を厚くすることで、少しですね、はい、オフセットした感じになりますね、うんうんうん、両方、あ、すいません、はい、オフセットって何ですか、オフセットというのがちょっと何ですかね、センターからずらすか、こう、あ、こうじゃないですね、今回は、今回はこうです、はい、平行にずらす感じですね、平行にずらしてる、はい、ずらすことで、はい、ちょっとね、マイルドにしたくなる感じですね、あまりその敏感にゴーってわけじゃなくて少しマイルドになる感じで、はい、噛みすぎを防ぐようなイメージ、噛みすぎを防ぐ、はい、はい、結構ね、いろんなメーカーが採用してるみたいですけど、 そうなんですね、はい、そちらを採用しております、はい、はい、で、あとですね、レグザムというとオートフィット機能ですね、オートフィット機能、はい、はい、レグザムさんは、ブーツのですね、いろんな箇所にですね、屈曲点を設けてまして、はい、そこが曲がることによって、足は広い人が履くと広い人なりにちょっと広がってくれる、ほう、で狭い人が履くとシェルが巻きつきますので、はい、タイトに変わるというオートフィットという機能を備えてます、ラスト幅が変わるブーツなんですね、はい、なのでちょっとラスト表示がですね、はい、このスイムラスト、はい、はい、こちらに今回はね、ラスト表示があるので、すぐ覚えなくていって便利ですね、これね、あ、本当ですね、はい、ここにちゃんとフレックスの下に入ってますね、はい、92から96、92から96、はい、もうこういう表示になります、なのでそれは熱成形で形が変わるとかって思ってる人もいるかもしれないけど、はい、実はこれはこのラストを備えてるってことですね、そうです、オートフィットってことで、うん、その人の足に勝手に合ってくれば、うん、はい、オートマチック、オートマチックに合ってくる、安全、はい、熱性液だと必要になります、うーん、素晴らしい、はい、そういった機能を備えたポーチになります、はい、はい、で、M ですね、うん、はい、M は、はい、去年とほぼ同様になりますね、ほぼ同様、はい、これはほぼ継続なんですけど若干変わった点ですね、うん、はい、ちょっとまあ履きにくいという声もありましたので、うん、ちょっとこれが去年モデル隣に並べてみるんですけど、はい、ここですね、ちょっと細かいところなんですけどね、うん、このカットが違うの分かりますかね、うん、本当だ、はい、ちょっとね、外回し利用しやすくということで今年モデルはこうカットしてあります、へ、はい、あとデザインがですね、変わっておりますね、はい、はい、これが今年のモデル、はい、でこれ去年のモデル、デザインはまあちょっとですね、ちょっとですね、変わってます、はい、あと、M の方はラストですね、はい、あ、2色あります、あとね2色展開、そうですよね、昨年も2色ありましたけど今年は2色展開しております、はい、2色展開、はい、で、ラストの方がですね、はい、ちょっと広くなります、先ほどよりは広くなると、はい、96から102ミリですね、はい、はい、うん、あとは、レグザムに関しても、基本ですね、見た目に関しては一緒ですね、これね、外側のシェルは一緒ということですね、それなんか最近聞いたような気がします、はい、まあこう書いてこのメーカーは言ってませんので言いませんけど、はい、一応このレグザムに関しましてもシェルの厚みですね、うん、シェルの厚みを変えて中のサイズを変えてる、ほう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 、ラストを変えてる形になります、じゃあそうやって考えると M シリーズの方が若干柔らかかったりするんですか、そうですね、実際柔らかくなると思いますね、そうですよね、やっぱりシェルの厚みが薄い分だけ、うん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 、こちらの M が柔らかくてこちら硬い、 S が硬いということほう、なるほど、若干ですね、若干ですね、あと当然重量もちょっと変わってくると思いますね、ほうほうほう、はい、まあそうですよね、薄くなってますもんね、薄くなってるのでやっぱり M のが少し軽い、うん、っていうふうになると思います、はい、はい、で M は、前回と同様のインナーが入っておりますね、うん、はい、BXS インナーですね、こちらが入っております、 BX の H インナーですね、こちら S は違いますね、はい、H インナーが入っております、うん、
続きまして、こちらも継続、ほぼ継続ですね。はい。はい、これエボプラス。エボプラス。はい。こちらもですね、はい、まあ、非常に軽量のブーツになりますね。こちらは素材がそういう素材を使う、あと新しい素材を使ってますので、はい、すごく軽いブーツになります。本当ですか？かなり軽いですね。軽いブーツになりますね。はい、これ2キロないぐらいじゃないですかね。はい。でこちらの特徴としましては、後ろ見てもらうと分かると思います。はい。お、先ほど比較しましょうかね。比較してみましょうか。はい、こちらが比較します。はい。はい。このここですね。見てもらうと分かる通り、はい、少しくり抜いてありますね。くり抜いてますね。はい。こうすることで、まあ、軽量化とねじれですね。まあ、少しブーツを優しくするために、ねじれが出やすくなります、はい。ねじれが出やすい。はい。そうなるとどうなるんですか？まあ、当然ですけど、ねじれがないと、すごくグリップ感はいいと思います。はい、こうした動きに対しては強いんですけど、はい、やっぱりずらす動きなんかには、ちょっと強すぎてしまって引っかかったりとかすると思うんですね。はい。はい、そういった意味で、ブーツの側面が、ね、うん、裏面がねじれてくれるので、はい、力を逃がしてくれる役あ、なるほど。はい。があります。ちょっとじゃあずらしやすいって感じですね。そうですね。動かしやすくなる。好きな。はい、ね。そういうイメージ。あとは当然軽いんで動きやすいと思いますね。はい。で、もう一つはこういう、ビスで留めた、そうですね、うん、はい、これ交換も可能になりますね。あ、交換可能、じゃあすり減っても安心ですね。はい、はい、まあ、すり減らないようにやってくださいね。はい、そうですね、そこ大事なんで。すり減っても安心です。はい、はい、すり減っても安心。はい、お、こっちも入ってますね、はい、オートフィット機能。オートフィット機能、はい、はい、こちらのオートフィット機能ですね、ラストが96から103mm。 お、だいぶ広がってきましたね。そうですね、だいぶ広くなって楽になってきます。実際、うん、もうちょっと広く感じますね。結構楽な感じのブーツになりますね。はい、だから僕なんか足広いので、うん、多分結構広がってくれてるんだと思います。はい、エボプラス。エボプラス、はい、はい、なんかインナーブーツもこれ色変わってるだけですか？今度はインナーもちょっと優しいインナー、優しくて軽いインナーですね、はい、BX の S インナーですね。 S インナー、ごめんなさい、 S インナーになります。はい、はい、これが、エボプラスですね。エボプラス、はい、はい、で今年からそうですね、ダウン、はい、RT、はい、リツイートですか？これ名前の意味はちょっとよく分かりません。はい、はい、RT、 RT、 はい、で以前も実はねこのブーツあるんです。はい、はい、以前の名前がワイド、名前がついてました、ね、ああ、マックスワイドですか？マックスワイドの名前で出たものが、ちょっと名前を変更しまして。MW ですよね。はい。で、RT なんです。RT になりましたか。はい。はい、なんで、幅が広いブーツ。かなり楽ちんなブーツになります。おー、なるほど。はい、で、以前の、このブーツに関しては、MAX 型を採用しますね。MAX 型。あ、はい、そうですよね。形、R エボプラスとかと、これエボプラスとか。エボプラスの形なんですけど、ちょっと違いますよね。違いますよね。MAX 型を採用しております。なるほどね。はい。はい。はい、こちらは、オートフィットなんですけど、うんうん、セミオートフィット。セミオートフィット。はい。セミってあの夏になくセミですか？まあそれとは違いますよね。そんなのがついたらびっくりしました。ついてますね。セミついたらびっくりします。はい。はい。セミオートフィット。はい。こちらも一応オートフィット、セミオートフィットですけど、100mm から105mm ですね。100mm から105mm。はい。こちら。かなり広いですね。はい。交渉わかりやすくていいですね。はい。本当ですね。お客さんも安心。安心。はい。はい、あと、レグザムといえばもう一つ、はい、はい、堀島生真くんも使用しているブーツ、はい、はい、クロスですね。クロスシリーズ、はい、これは主にはモーグルですね。モーグルフリースタイルのブーツになります。はい、はい、特徴としましては、まあ、非常に前に対して柔らかい構造ですね。ほうほうほう。はい、こちらもですね、R エボと同じ構造を持ってるんですけど、はい、フレックスが90しかないです。フレックスが90、はい、リミテッドなのに、リミテッドなのに90しかないです。はい、やっぱりモーグルの動きっていうのは前後の動きを対応しますので、非常に前を柔らかく作っている、うん、はい、ブーツになります。はい、あとは、吸収剤なんかも入ってますので。吸収剤、そこを僕聞こうと思ったんですよ。はい、R エボの言ったら90と一緒じゃないですか。そうですね、90とほとんど一緒なんですけどね。名前変えただけかと思ったんですけど、ちゃんと違いがあるんですね。はい、ちゃんと吸収剤が入って、はい、まあ、ランディングの時のですね、着地の衝撃を和らげる構造なんですね。はい。はい、あとはまあ、これが、リミテッドですね。リミテッドは、これ幅書いてないですね。これでも S ですね。はい。はい、スリムラストのモデル。スリムラストのモデルと同様になります。はい。あと、クロスに関しましては、まあ、A と7とありますけど、それぞれ、はい、エボプラスに対応したモデルがありますので、はい、A とはちょっと幅広いモデル。うんうん、M の方のラストを採用してるとか、はい、エボプラスのラストを採用してるとかありますので、はい。はい、そこら辺チェックしないとダメですね。やっぱり、国産ブーツ
すごくね、本当よく研究されてて、日本人の足型にも合うような構造になってますね。ほう、はい、例えばここ広くしたりとかですね、はい、この親指ですね、はい、確かに広いですね。外人よりも日本人の方がやっぱりアジア人の方がですね、うん、親指は大きいっていうのをよく理解してて、こう広くしたりとか、さすが日本人、はい、さすが日本の足を研究しているメーカーですので、はい、ぜひ履いて試してみてください。はい、皆さんもぜひこの機会にレクザムブーツ、たくさん種類ありますので、そして日本人の骨格にも合います。ぜひ実際に足入れをしてお試しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。